はい、それじゃあね、今回は GO プリントの7ページのウイルスの話と、あと四角5番、四角6番とやっていきます。はい、まず最初、ウイルスね。ウイルスっていうのはね、まあ、前ちょっとちらっと言ったんですけどね、核酸、ね、まあ、前回のバクテリオファージではね、 DNA とタンパク質からだったんですけれども、この DNA っていうのはね、広く言うと核酸っていう物質なんですね。で、この核酸の中には DNA と RNA っていうのがあって、まあ、どちらかをね、ウイルスっていうのは遺伝子として持ってると。で、この核酸と、あとタンパク質ですね、からなるんですね。これね、違う物質ね、このタンパク質が違う物質とね、なんか構造体を作るっていうのね、まあ、これ超構造とか言ったりするんですけどね、まあそういう超構造によってね、このウイルスって今できてるというわけですね。はい、で、細胞構造を取らないわけです。だからもうこれ分子と分子で、もうこれは完全にね、ただの分子の塊じゃないですか。ね、なんで生物じゃないんですね。で、その後、単独では生育できず、寄生して増殖しますよ。まあそうですね。感染して増殖しますよね。で、DNA ウイルスっていうのは、遺伝子を DNA としているウイルスのことですね。こいつは、宿主の RNA ポリメラーゼっていうね、ものを使って遺伝子が発現するんですね。RNA ポリメラーゼっていう話は、またね、おいおいやっていきます。この章のね、おいおいやっていきますね。で、次。RNA ウイルス。ね、最近よく見かけるのはこっちですね。問題として見かけるのはこっち。DNA を介さずに遺伝子 RNA がメッセンジャー RNA として機能し発現するもの。まあ、こんなんがいたりとか、まあ、この下ね、次のやつがよく出ますね、最近。DNA に逆転写して、宿主 DNA に組み込み遺伝子が発現するもの。こういうのはね、レトロウイルスっていうんですね。ね。レトロウイルス。でレトロっていうのは本来の方向とは、ね、本来の方向がこっち向きならば本来の方向とは逆方向に行くことをレトロっていうんですけれども、この、ね、本来の方向の、ね、反応、ね、体の中での本来の方向っていうのはこれね、転写っていうね、まあ、方向があるんですよ、ね、化学反応の方向があるんです ね。でこの転写っていうのは何をしてるのかなっていうと、 DNAから RNA を作るっていうことをしてるんですよ。ね、こういうことをしてるのね、本来。あ、ちょっとこいつ書き忘れておこうか。ね、で、これと反対の方向のことを、ね、そこにさっき書いてあった逆転写っていうんですね。って言って、で、この逆転写に関わる酵素として、逆転写酵素っていうのがあるんですね。間違えた、漢字間違えた。逆転写酵素。ね、HIV とかが持ってるんですね。HIV、人免疫不全症候群のね、原因となるやつですね。後天性免疫不全症候群かですね。はい、で、あ、これ緑で囲っておいて、はい、っていう話があるんですね。はい、これレトロウイルス、よく出ますね。よく出ます。最近よくね、見かけますね。で、その後次、細菌に寄生するウイルス、ね、を特にね、バクテリオファージって言うんですね。まあ、ただ単にね、ファージとか言ったりすることもあります。ね、さっきね、大腸菌に感染するやつはね、T2 バクテリオファージでしたね。そいつです。ね、そういうね、細菌に感染されるようなやつをファージって言うんですね。細菌は覚えてますか？細菌ってね、大腸菌とかね。ね、みたいな原核生物でしたね、細菌っていうのは。はい、でその後 A、 細胞感染後、細菌に、ね、感染した後にすぐに溶菌する、ねね、すぐにその感染した菌をぶっ壊してね、自分自身を増やしてぶっ壊すっていうタイプのやつですね。そういうタイプのやつと、あと感染後に潜伏
潜伏、まあこれの溶原化って言うんですけどね。してプロファージ、まあとなるというやつですね。まあこれのラムダファージってやつがいるんですね。まあ別にそんなに覚える必要じゃないです、ね、でその下に書いてあるね、細菌じゃないウイルスのね、これウイルスバクテリオファージの増えるね、まあ、方法としてそこに書いてあるようにね、まあ、まずウイルスがね拡散、ウイルスが大腸菌に感染して DNA を掘り込みますね。 DNA 青色に書いてありますね。でその青色の DNA が大腸菌みたいなねやつに作用して、細菌に作用してか、細菌のね拡散を分解して自分自身がねウイルスの拡散を増やすと。でその後ねそのウイルスの拡散をもとに自分自身の外核を作っていくということをして、でこうファージを形成したらウイルスをねぶっ壊、あ、ウイルスじゃない、細菌をぶっ壊して外に出ていくっていうね、まあこういう溶菌のサイクルと、あとさっき言ってたねプロファージってやつを作るサイクルですね。大腸菌の中、大腸菌じゃない、細菌の中にね DNA を入れて、でその DNA をね宿主ね感染した相手の DNA の中に組み込むんですね。でその大感染されたウイルス、細菌っていうのは自分自身普通にねこう分裂して増えていくわけじゃないですか、ね、ってことをするとプロファージも同時にどん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 増えていくわけですよ、分裂に伴って。である一定回数ねこう分裂したら、おいここだと思ってねプロファージがまた外に出てきて、で宿主のね DNA をぶっ壊して、で自分の、自分のね拡散を作って、でそれで自分自身を増やすっていうことをするんですね。恐ろしいですね。このこっちのプロファージってやつの方がね、プロファージを作るタイプのやつの方がね、なかなかね、賢いですね。はい。何回も何回も感染しなくてもね、いっぱいね、一回でドーンと増えることができると。一回感染して、相手がね、自分自身が複製するのを利用して、で、ドーンと増えることができるという、なかなか賢いやつですね。はい。っていうのはウイルスでした。ね、ウイルスに関しては、まあちょっとね、最近、このレトロウイルスがね、まあ、よくよく出るのでね、まあちょっとお話しておきました。はい、でじゃあ次、四角五番ですね。四角五番は、シャルガによる DNA の塩基組成調査ってやつですね。はい、これ、シャルガフっていう人は、生物によって、塩基組成が異なるっていうことを発見したんですね。前ね、テトラヌクレオチドってやつね、なんか図で書いてあったじゃないですか。何ページだったかな、3ページか、授業プリントの3ページのとこにテトラヌクレオチドって書いてあって、なんか ATGC とか書いてあって、なんかこんな適当な構造なんだなって DNA は思ってたけど、ね、これだったらね A も C も T も G もね同じ割合でずっと入ってるはずですよ ね。ポツポツポツってずっと入ってるはず、ね、こんなのがあるんだったらね。なんですけど生物によってちょっと待てよと、これね、なんか塩基の組成が違うぞと。塩基っていうのはね、そこに書いてある ATGC のことですよ。ATGC ね。のこと塩基っていうんですけど、この外に出てるね、テトラヌクレオチドの図のところで外に出てるやつね。こいつのことを塩基っていうんですけど、このね、塩基の比率が、お、違うぞ。生物によってね、違うぞ。ね、下手すりゃね、個体ごとによっても違うんですね。ね。で、おと思って、ね、まあ、個体ごとに違うっていうのもかなりビビたるもんなんですけど、お、なんかこれ組成違うねって言って、こんなテトラヌクレオチドみたいなこんな単純な構造だったらね、そら1対1対1になるはずなのに、そうなってない、おおかしいなっていうことになって、でテトラヌクレオチドを否定したんですね。でこの塩基っていうののやつをね、塩基をね詳しく調べてみるとね、 A って書いてたやつね、これアデニンって言います。アデニンね、アデニンとチミン、ね、でグアニンとシトシンっていうのの割合が等しいっていうことが分かったんですね。はい、まあ、どういうことが言いたいのかっていうと、ね、A のA、アデニンの数とチミンの数が一緒だし、ね、グアニンとシトシンの数が一緒だよっていうことです、ね、
そういうことが分かったんですね。で、実際にそこの下の表に書いてあるような感じにね、牛の肝臓とか人の肝臓とかね、鶏の赤血球とかクラミドモナスとか酵母菌とか大腸菌とか調べてみたんですね。で、そしたらそんなことになったよということですね。はい。OK ですか？で、ほーんというわけですね。で、そういう結果が出て、さらにね、まあそれと、まあほぼね、ほぼ同時期、ね、3年後ですね、3年後にね、ウィルキンズと、とフランクリン、名前残ってるのはこっちの人ですけどね、フランクリンという人も一緒にやってるんですね。フランクリンによる X 線、あ、 X 書いてないですかね、 X 線、 X はいいですね、 X 線解説っていうのをやったんですね。ね。で、そうすると DNA は規則正しい立体構造であるね、螺旋構造っていうのを取ってるよっていうのが分かったんですね。っていうのを取ってるってことが判明したんです。で、これ、あれ、なんだ。インターネットで調べたら画像出てくるので画像見てみてほしいんですけど、まあ、こんな感じの画像が書いてあるはずです、ね、でこれを見て、ね、X 線解説の、ね、専門家は螺旋だって分かるんですね。僕らには分かりません、ね、僕には正直分かりません。こんな見てなんで螺旋なのか、ね、分からないんですけど、ね、これを見て螺旋だっていうふうにね、このウィルキンズとフランクリンっていう人は提唱したんですね。じゃあ DNA は螺旋構造でね、この A と T 割合が一緒で G と C の割合が一緒だよっていうね、ことが判明するのが、まあ、高校までというわけですね。今回の授業までですね。で、この2つのね、5番と6番のこの結果からね、DNA の構造はこんなんなんじゃないかって言って提唱した人が、次の授業から出てきます。はい。じゃあ次の授業に出てきますというわけですね。はい。それでは今回の授業はこれで終わりにして、今回のこれだけはですね、今回のこれだけは、しっかりとこのね、螺旋構造だよっていうことをね、押さえておいてください。はい。それではね、今回の授業はこれで終わりにして、次回は何ページですかね、次回は8ページ。次回は8ページの四角7番のところからやっていきます。はい。それではね、次の動画へどうぞ。